元織内藤安政2年10月4日は、尾張国名古屋の俳人、国学者。本姓は浜田、実名は、広告、高国、秋津。通称は、金次郎、旧次郎、安次郎、八次郎。郷にも面書き、橋場美縁。京花の豪八縁組。子に、元織と与海、荒巻と仕毛、徳田少年がいる。尾張国名古屋城下。 本町の書店版感動美史や旧八郎の子として生まれる。幼少より徘徊、教科に親しむ。十五歳の時に元織のりの著作に触れ、十八歳で植松有信の源氏物語講読を聞き、二十四歳で鈴木明の古事記講義を聞く。二十七歳で一岡武彦に入門。その翌年に江戸に留学して、 清水浜尾宮石川正持と信仰を持つ。文政三年に乗り長の養子、元織太平の門を叩いた。天保二年には太平の養子となり、太平の娘である藤子を妻に迎えた。奇襲藩主、徳川成行に仕え、藩名により、貴族風土記新戦記の国名所和歌集を編纂した。嘉永四年より、藩の神道学問所で講義を行い、 安政元年に江戸の藩校古学館の教授となったが、翌安政2年に赤坂の判定で死去した。ありがとうございます。